ここの心理描写は下線部 A のところの。どうだ、分かったか。はい、理解しました。次私。あら、成幸くんじゃない。はい。で、ランジェリーショップの。あの時の。まあそのお店も飽きたから今は人任せにしてて、今はここのプランナーをやってて。節操なくいろんなことに手出してますね。まあ人生は一度きりだからね。思い立ったら即実行よ。ブライダルフェア体験してみない？プレオープン期間に無料で招待するから。でも私たち結婚とかまだ。ぼやぼやしてたらあっという間に行き遅れよ。その気があるなら今から考えとかないと。写真も撮らせてほしいし。あ、もちろん成幸くんもね。俺も。面白そうじゃん。この子成幸くんの後輩ちゃん。違います。小南先輩はうちの卒業生で、医学部目指して一浪中で。一浪は余計だ。あなたこそ急がないとね。は？結婚プラン。くっそー、しくじったな。面白がって口挟んだら自分も一緒に行く羽目になるとは。ただいま。おかえりなさいませ旦那様。あなたのピクシーニーズマアシュミーでーす。やっぱり花嫁さんって憧れちゃうな。新しい参考書をと思ったのですが、どれがいいのか今一つピンときませんでした。そういえばブライダルフェアなるものに招待されていたんでしたね。やはり少し予習していった方がいいのかも。なりゆき、お待たせあ、どこがわからなかったか忘れないうちに復習していこうか。ペアのマグカップ。そう、私の結婚式の引き出物だったの。あったでしょ。まあ一応。ふん、じゃあお相手がいることはいるんだ。いえ、私だって年相応に。それなりに。だったらあなたにも来てもらわなくちゃね。え、はい、これは？ご飯にする？お風呂にする？そう、で、と、も有料の特別サービス？そういえば、ウェディングドレスってウエスト結構締め付けるんだっけ。そのせいでお腹きつくて、花嫁さんは結婚式のお料理もろくに食べられないって聞いたことが。いろいろ注意点があるようですが、今まで興味のなかったことなので何がわからないのかがまずわかりません。誰かに教えてもらえると助かるのですが。今日は一人なの。ね、これは。石条さん、結婚のことでちょっとご相談したいのですが。ごめんね成幸、こんな時間まで付き合わせちゃって。今日のもし自己採点の結果だといつもよりケアレスミスが多かったみたいだけど。言えない。ここんとこブライダルフェアのことで気が散ってあんま集中できなかったなんて。ブライダル体験フェア、無限に断るのもなんだから、暇ができたら行くって言っちゃったけど。でも。ああ、お帰りなさい先生。先生はやめて。だって今は。そうでしたね。いただきます。って、なんでお仕事モードなんだよ私。そもそも将来私はこうなってるはずだから。だとすると
後輩は病院の事務長ってとこか。つうか、なんであいつが後輩なんだよ。さて、そろそろ飯にするか。結婚式場のパンフレット、なぜこんなものがうちに。これは乙女の基準値超えちゃってない。もしかして私ってフォアトのゾウリムシマシエグラ。このままだと私ウチウチタプ。結婚のことでちょっとご相談したいのですが。はぁー、あ、アガタリズが私に結婚の相談。ミリスなるほど、そういうことね。けど結婚のことなんて私に聞かれてもそんなに詳しくは答えられないわよ。そもそも人はなぜ結婚するのでしょうか。いきなり根源的なところから来たわね。お付き合い、それはデートということでしょうか。待って待って、あれはデートとかじゃないから。私、あそこのベンチにいるの小林と海原じゃないか。ん、あ、ほんとだ。あえ、あ、小林が。こっちもだよ。ふみち、全然そんな素振り。とりあえずバス1本遅らせようか。意義なし。毎日お疲れ様です。そう、もっと奥まで。 あそこいい。早く式を挙げざるを得ない理由があるとでも。あずみ、今何ヶ月だ。は、ついに私もじいじに。もう男か女か分かっているのか。孫の名前はできれば私が。ち、何言ってんだクソ親父。ウエストを引き締めるには何と言ってもストレッチ。お腹が6つに割れるまで毎日続けるからね。いや、もう許して。もうダメ。こんなの無理。汗かいた。とりあえず今日はこれぐらいでいいかな。これだけやれば少しは。ストレッチでカロリー使ったから少しぐらいいいよね。デートする間柄というのは恋人ということですよね。その関係から結婚に至るにはどういう経緯が。その深い仲になって。深い仲、より親密さが増すということよ。ボリボリボリ。しかし全ての恋人同士が結婚しているわけでもないように思うのですが、何かきっかけになるようなことが。それはその責任たるっていうか。責任、何の責任ですか。サワコ、リズ、サワコ、リズ、サワコ。うわぁ、石城さん、突然どうしたんですか。石城さん、気まずい。なんか昔からの親友が急に大人になっちまった気分だけど。キス、成り行きもしたことあるんだよね、誰かと。いや、あれはキスというか、なんというか。お降りの方はお近くのブザーでお知らせください。俺にもいつか来るのだろうか。
ちゃんと誰かとああいうことをする日が。どうしたん、成幸。急にビクッとして。え、夢？え、どこから？何これ、初っ。もうどうしたん、どんな夢？別に何でもないよ、何でも。変な成幸。何か果てしなく快適な生活に短絡する願望だだ漏れな夢を見てしまった気がするわ。わあ、いらっしゃい。待ってたわよ。いろいろ選べるのはいいけど、これだけたくさんだとかえって迷っちゃうかも。毛抜きとかおろし金もあるんだ。この手のはもらう側の好みもあるからな。お、これって、え、もしかして食べ放題？ウルカさん、あんま食べすぎんなよ。ウェディングドレスはウエスト結構締めるらしいからな。はい、終わりましたよ。結婚って思ってたより大変なのね。いやー、先生にも結婚願望あったんすね。あ、言ってなかったっけ。私、キリスさんと同級生なの。すごく綺麗です。ありがとう。